解剖学は退屈という考えはこの本で完全に消え去りました。イラスト本紹介チャンネルのモップです。今回はマイケル・マテジさんの著書アナトミーとフォース、構造と機能から書く躍動感のある人体、これについて紹介していこうと思います。イラストを描いているといつかは解剖学をやらないといけないなと思いつつ、ボリュームもあってなかなか手が出せないっていうことはありますよね。そんな時に本書を使っていただければきっと解剖学の入門への手助けになるだけでなく、動きのある人体を描くことができるようになるかと思います。最後までお聞きいただき、気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひポチってみてください。それでは今回の動画の目次です。1、本書の特徴。2、フォースを使って人体構造を描く。3、厳選ポイント3選です。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは20歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。最近のイラストはこんな感じです。このチャンネルでは僕が初心者から独学で上達する上で学んだことなどについて発信していきます。早速本題に入っていきます。1、本書の特徴。まずは本書の著者であるマイケル・マテジさんについて紹介していきます。表紙を見てすでにお気づきになった方もおられるかと思いますが、以前に紹介したリズムとフォースの著者でもあります。著者はアメリカのアニメーターで、ディズニーやピクサー、マーベルコミックなどにも携わり、ドローイングの教育歴は25年以上にも及ぶ大ベテランです。以前に紹介した著作リズムとフォースと、今回紹介する本アナトミーとフォースですが、どちらもフォースという言葉が共通しています。それもそのはずで、原作ではフォースシリーズとして販売されているもので、実はもう一作ライフドローイングとキャラクターデザインというフォースシリーズの本が日本でも販売されています。ここまで聞いて、今回紹介する本アナトミーとフォースと、以前に紹介したリズムとフォース、どちらからやるべきなのか、あるいは両方やる必要があるのかと気になる方もいるのではないでしょうか。結論から言うと、自分が今必要としているスキルに応じて使い分ける必要があると思います。例えば今後解剖学を勉強したい、フォースについては軽く触れるだけで大丈夫という人はアナトミーとフォースだけで十分でしょう。あるいは解剖学はまだやりたくない、フォースについてだけじっくり知りたいという人はリズムとフォースだけで良いと思います。そしてどちらかをやってより深く知りたいと感じた場合には、もう一方に挑戦してみると良いでしょう。ちなみに本書の履修時間の目安ですが、全ての作例をスケッチし文章を読んで理解するのに 15.5 時間かかりました。また私は一つのデジタルデータでレイヤーを分けて履修を進めていくのですが、レイヤーの枚数は全部で191枚になりました。リズムとフォースと同じように、本書はこのように、1ページに対して作例が2つ3つしかなく、その作例もフォースの流れを見ることに注力しているため、細部までほとんど書き込んでいないため時間があまりかかりません。とはいえ、解剖学的な勉強も含めるため、リズムとフォースよりかは時間がかかりますが、2週間ほどあればフォースを使って人体構造を描くということのポイントが理解できるかと思います。また通常解剖学を一通り勉強しようと思えば15時間ほどではとても足りないので、人体構造の重要なポイントをざっくり知りたいという方にもおすすめの一冊です。また本から何かを学ぶ場合の大事なスタンスですが、本を購入して自分にとって何か一つでも得られるもの、知らないことが知れるのなら、それは本を買って正解だったということになります。そういう気持ちでいれば、この本は買って失敗だったという気持ちにはならないかと思いますし、本書は何かしら得られるものがあるはずです。フォースを使って人体構造を描く。ここからはフォースを使って人体構造を描くということについて、そもそもフォースとは何なのか、そして本書の構成から解説していこうと思います。まずフォースとは何かということですが、それについては以前の動画やリズムとフォースで説明しているので、ここでは簡単に紹介しておきます。そもそもフォースとは人体にかかるエネルギーのようなもので、フォースをたどっていくとリズミカルなラインが誕生します。わかりやすい例で言うと、このような険しい崖の道を車で走っていくと想像してください。青いラインは車が走っていく流れ、そしてオレンジのラインはカーブの時にかかるフォースです。この青いラインとオレンジ色のフォースの連続でリズムが生まれていくということになり、これは人体を描く時にも活用することができるというのがフォースの基本的な理解になります。そしていよいよフォースを使って人体構造を描くという点について話をしますが、以前のリズムとフォースでは、体の全体のフォースの流れを見るため、体全部を使ったフォースの流れを掴んで、それをポージングに活かすというものでした。今回のアナトミーとフォースでは、それを体のパーツごとにフォースをたどって体の動き、運動を理解し、体の動きが理解できれば人体の構造が分かってくるということになります。人に限らず体というものは動きや活動の目的があって、それに沿って構造が成り立っています。多くの解剖学の本が構造から動きを表現するのに対し、本書はフォースという動きの流れを見て、そこから構造を読み解いていくというアプローチになります。具体的に見てみると、例えばこちらの足のスケッチは、
ふくらはぎの外側から流れてくるフォースがかかとを上昇し、半円を描くように足の外側にフォースが流れます。体を支えるのでオレンジ色のフォースが足の外側にかかりますよね。そして足の外側を流れたフォースは足の親指で停止するのでリズムが誕生します。こういったフォースの流れを理解して体を描くことができれば、人体にある筋肉の一つ一つを丁寧に描いていくといったことはほとんどの場合で不要になるということです。解剖学というと語弊があるかもしれませんが、魅力的で躍動感のある体の描き方がパーツごとに要点が抑えられているというと伝わりやすいかもしれません。また本書を購入するか悩んでいる方においては、どの程度の画力が必要なのだろうと気になる方も多いのではないでしょうか。作例もシンプルなので、模写して内容を理解するぐらいであれば初級者の方でも理解できると思います。解剖学をやってみたいけれどいきなり細かい筋肉の勉強をしたくないという人におすすめです。ちなみに最近気づいたのですが、解剖学はイラストのように嘘をついたり誇張したりすることがないので、イラスト初心者でも挑戦することができる分野だと思います。中学校とかの理科の授業で植物を描いたりしたことがあるかと思いますが、そんな感じで丁寧にうまく描く必要はなく、構造と機能が理解できれば OK です。ただ普通の解剖学の本だとあまりに分厚くて難しいので、本書のような初心者でもとっつきやすく、そして何年経っても変わらず役に立てることができる書籍がおすすめです。それでは本書を履修すればどんなものが書けるようになるのでしょうか。本書を使えばすぐに魅力的な人体を書けるようになるというわけではありません。本書の1ページに書かれていますが、著者の20年以上のドローイングの教育歴から、フォースを初めから経験しようとする方がフォースの理解に早く到達するということです。つまり最初にガチガチの人体を描こうとするのではなく、フォースというものの存在を認識し、それを描こうと挑戦していくことが人体を生き生きと描くことへの近道だということです。なのでこの一冊で一気に上手くなれるぞという本ではなく、本書でフォースを使ったドローイングを経験し、それを実践しながら描いていくことによって徐々に躍動感のある人体を描けるようになるということです。それでは次に本書の構成から内容を読み解いていこうと思います。本書は全12章で構成されており、第1章から第3章ではフォースについての総論が語られています。例えばフォースを表現する線はどのようなものが良いかなどです。ここまで聞いてあれと思った方もいるかもしれません。この1章から3章の内容はリズムとフォースの全3章にそのまま対応しているのではないかと。これは事前に知っておければよかったなと思ったのですが、このフォースシリーズで一番重要になってくることはフォースについて理解をするということです。なのでフォースについての説明なしにフォースを使って人体構造を書くということはできません。リズムとフォースで200ページほどで書かれていた内容が本書では60ページほどにまとめられて掲載されています。なのでリズムとフォースをやってから本書を履修すると重複する部分が結構多いということになります。ただ個人的にはフォースの理論は非常に勉強になったので、重複しているけどまあいいかという感じです。この重複している3章を超えると、4章では人体の全体について、5章では本書の使い方の説明、そして6章から12章で体のパーツごとに解剖学をフォースを使って解説してくれています。パーツごとの解剖学は解剖学的な書籍を読んだことがある方であれば馴染みあるものだと思います。全身の筋肉を全て同時に学ぶのは難しいので、このように色分けされたパーツごとによって解説が進んでいきます。以上が本書の内容ですが、約300ページで分かりやすくまとめられています。そして先ほども話をした通り、フォースについての総論が60ページも書かれているので、もしリズムとフォースを履修していないという人でも安心の内容です。そして本書の内容は感覚的な部分が強いので、右脳派の方におすすめです。逆に左脳派の人は新しい視点を得られるかもしれません。作例も少ないので、本嫌いの右脳派の人にも、感覚的な内容が嫌いな左脳派の人にも非常におすすめです。厳選ポイント、それでは最後に私が本書を履修して特に良かったという厳選ポイントを3点簡単に紹介していきたいと思います。1つ目は冒涜的な卵の話です。ふくらはぎを描くとき、このように卵型の筋肉を描いてしまったことはありませんでしょうか。想像で描くとこのようになりがちですが、人体には卵型の筋肉はないということを覚えておきましょう。このように卵型の筋肉にしてしまうと、フォースの流れがここで止まってしまいます。足を描くときは、太もものアウトサイドから、膝のインサイド、そしてふくらはぎのアウトサイドにフォースが流れていきます。このフォースの通りに描けば、なんと足の形が解剖学的にも正しいものになっていくのです。二つ目のポイントは、まぶたの非対称性についてです。リアル系の目でもデフォルメ系の目でも使うことができる知識ですが、先ほどの冒涜的な卵の話と同じように、人体を完全に左右対称にしてしまうとリズムが生まれません。この頂点の位置を左右をずらして描くことによって、まぶたのラインにもリズムが生まれ、
人工的ではない感じが表現できます。これは自然とできていることが多いかと思いますが、いざこうやって言語化されているとうまく書けない時の理由が分かったりして良いですよね。3つ目のポイントは手の書き方についてです。手については先ほどの足と同様に腕から流れるフォースがあるのですが、ここでは指について見ていこうと思います。このようにちぎりパンみたいな形やソーセージのように書いてしまってはいけません。本書でお勧めされているのは、このようにバターナイフのようなものを想像すると良いということです。そして指を書く上で一番重要なポイントはパースであると著者は言っています。この視点はこれまでどこでも見たことがなかったので、個人的に一番の目から鱗のポイントでした。赤い線が引かれていますが、このように指の関節はそれぞれが平行になるように書く。そうしなければ骨折している指のように見えてしまうということです。手に関する解説動画などはたくさんいますが、この本の解説が一番芯を食っているように私は感じました。関節のパースを平行にするとこのように複雑な手の形や前に突き出している手の形も書きやすくなります。手に関しては写真を撮れば良いという意見も強いですが、写真を撮らずとも書けるようになることができれば一番です。こういった知識があれば手を書くときに悩む要素が一つ減るのではないでしょうか。ちなみに今お伝えした3つのポイント、冒涜的な卵については39ページに、目の書き方については顔を含め81ページから83ページに、手の書き方については151ページから154ページに書いてあります。このように本書では厳選ポイントでは伝えきれないほど、体を書く上で知っていればもっと良くなったのにというポイントがたくさん書いてあります。まとめ、それでは今回の動画のまとめです。アナトミーとフォースはおすすめか。まず優しさについてです。解剖学の入門としても人体を書く上でのコツが詰まった一冊としても超初心者以外の方にはおすすめできます。次にボリュームについてですが、作例は少ないですが内容は濃いので、時間をかけずに人体のポイントを知りたいという方におすすめです。次に右脳派向けか左脳派向けかという話をしますが、フォースという感覚的なもので、解剖学という現実的なものを解説していくので、右脳派の人にも左脳派の人にもおすすめです。そして価格は3000円プラス税と、イラスト系の教本であればほぼ平均的な価格だと思います。動画がついていない分、リズムとフォースより1000円ほど安いですね。まとめると本書は、解剖学でイラストが硬くなってしまった人や、細かい筋肉は覚えたくないから要点だけ押さえて学びたいという人、動きのあるイラストを描きながら勉強したいという人におすすめです。ということで今回の動画の終わりの言葉です。体を描くのが楽しくなる一冊ということでした。個人的には今まで人体を描くのはあまり好きではなかったのですが、本書やリズムとフォースを通して人体解剖学へのきっかけとなり、今ではいかに魅力的な躍動感ある人体が描けるのか模索するようになりました。今回の動画を見てこの本良さそうだなと思っていただけましたら、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ試してみてください。このチャンネルでは初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、高評価やチャンネル登録などいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。